こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は奈良県天理市の丹波市長にございます藤屋マンション102号室ご紹介させていただきます。こちらの物件なんですけども、単身の方にね、とってもぴったりな内容の物件となっておりまして、大変住みやすい内容のお部屋となっております。こちらね、見ていただいておりますスペースが洋室6畳のスペースとなります。使い勝手のいいサイズだと思いますね。ベッド置いていただいて、テレビ配置いただいて、ぴったり、そんな感じだと思います。こちらね、収納になるんですけども、天井からこういったものが吊り下げ型の収納としてついております。こちらモニターなんですね。エアコンの方も1台設備となっておりまして、しっかりついております。今回見ていただいておりますこちらのお部屋は南向きとなりまして、バルコニーがこんな雰囲気です。収納ね、まだもう一つございまして、こちらのスペース上にも下にもね、同じくついてるんですけども、収納となっております。こちらのね、スペースが玄関になりまして、すぐ脇のね、このスペースは下駄箱となっております。キッチンこんな感じです。上にね、こういった収納があったり、食器棚があったり、下にこういった収納があったりという形ですね。シンクの横にガスコンロを置いていただけるようになっております。こちらユニットバスですね。お風呂とトイレと洗面が一体型となっております。こちらね、非常に天理の中でも生活のしやすい場所にある物件でして、単身の方にね、お住まいいただいて、行くのにはぴったりな内容だと思います。詳細の方もですね、私どものページでご確認いただき、お早めのご連絡お待ちいたしております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。